プロトンはマレーシアの自動車メーカーである。本社はスランゴール州シャーアラム。名称はマレー語のペルサハーンをオトモブルナシアナルの略。イギリスのスポーツカーメーカーであるロータスカーズを参加に持つ。2017年以降は中華人民共和国の吉都市議者が株式の49.9%を保有して資本参加している。 1980年代に当時の首相マハティールの国産車構想の下、1985年に政府のバックアップによって設立された。当初は三菱自動車工業と資本、技術面で緊密に提携していたが、業績の向上に伴いシトロエンアックスなど、三菱車以外をベースにした車種の生産も開始、次第に独自色を強めた。 そして1990年代後期にイギリスのロータスグループインターナショナル社を参加に収めて商品開発力を強化現在の生産者種の大半は自主開発者となっているまた1980年代後半から輸出拡大に力を入れ特に急走四国であるイギリス隣国シンガポールでは早くから低価格を武器に成功を収めた現在では 北米等を除く世界の大半の国と地域で販売されている。1990年代から2000年代前半は、マレーシア経済の急成長もあって、繁栄を謳歌し、ロータスメガボルト、アグスタという英意の名門スポーツカーモーターサイクル企業を買収、英国サッカークラブのメインスポンサーになるほどであった。しかしその後、マレーシア国内において、プロトン社のシェアは低下を続けた。 2002年には、マレーシアの乗用車市場の60%を抑えて、いたが2005年には30%に半減。さらに AFTA により輸入車の関税は、今後5%に引き下げられることが決まっており、さらなる窮地に立たされる可能性が危惧されている。この不振は、ダイハツと提携し、軽自動車ベースの大衆車を生産するプロツアの躍進。 マイナス -2 などの自主開発者の不評が原因となっている。この苦境から脱するためフォルクスワーゲンなどとの提携話も進行していたが結局決裂している。2007年と2008年に相次いで投入したペルソナと二代目、サガの販売は好調でプロトンの業績は持ち直している。2009年にはイグゾラを投入し MPV 需要の取り込みを図る。 2010年3月、ロータスエンジニアリング及びイタルデザインジュージアーロと共同開発した小型プラグインハイブリッドカー、エマスコンセプトをジュネーブモーターショーで公開した。発表には、プロトンのアドバイザーを務めるマハティール元首相も立ち会った。2012年1月16日、筆頭株主であった政府系投資会社カザナナショナルが保有する プロトン株42.7%をディビジョンラップバトルハイコムに売却すると発表した。新たな筆頭株主となるディビジョンラップバトルハイコムは輸出市場に注力する方針を表明している。2017年5月には中華人民共和国の吉都新社が株の49.9%を保有してディビジョンラップバトルハイコムに次ぐ株主となって ロータスカーズの株式も51%を取得した。パーツ販売や、モータースポーツ活動を行っているキャロッセは、モータースポーツのベース車両として、サトリアネオに注目し、日本への輸入を計画。2011年の東京オートサロンにサトリアネオの R3 コンセプトとラリーコンセプトを参考出品し、同年夏頃から日本での販売を開始した。 ただし、モータースポーツのベース車両ということもあり、日本仕様のトランスミッションは MT のみで ABS は未装備である。翌2012年の東京オートサロンでは、サトリアネオの他に、サトリアネオをベースに制作したアルティガコンセプトと、サガ R3 コンセプトを参考出品した。サガプレベインスピーラ。ありがとうございます。